はい。どうも、ふめいだよです。今回ですけども、明日ですね、ピックアップガチャの情報が解禁されると思われます。ということで動画にしているんですけども、予想と、今現状分かっているスケジュールと今後のスケジュール予想を、やっていきたいなと思います。まずはね、1日からですね、5日までこの3体の新積む確率アップが来て、まして、で、その後4日ですね、に、激アツアナキンセレボが、ね、来ましたね。はい。っていう感じです。で、それと同時にね、通常イベント、はい、が開催されておりますけど、これクソ長いんで、皆さん頑張ってやっていきましょう。確か4枚目と7枚目でスキッチ系がもらえたと思います。2枚手に入りますので、必ず回収しましょうというところです。で、8日からですね、第2弾の新積むが来てまして、で、これがですね、これ、狂ってるな。1日ずれてるね。木曜日までなんですよね。これ1日ずれてます。すいません。はい。っていう感じですね。で、これがまた5日間開催で、12日までの確率アップに、なってます。はい。で、その後にですね、ピックアップガチャが濃厚ということで、12日の前日、11日、明日の、多分12時に解禁されると思うんですけど、はい、っていう動画です。解禁され次第ですね、引くべきかどうかっていうところと、をね、動画で展開しますので、ぜひ皆さん、チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい。で、ちょっとね、スケジュールなんでちょっと、あれですね。修正しましょうか、ちょっとだけ。はい。これ、ここが、なんで15日から多分ね、新積む確率アップになると思います。はい。で、確率アップ来るか、自分はね、ちょっとね、スターウォーズが熱すぎるんで、新積む確率アップが道中に2回来ると思うんですよ。月末10日に、2回来るんじゃないかなと予想してて、はい。それでもね、無理くり詰めれば、まだまだ全然ね、はい。いけます。こんな感じで、多分ね、いけますので、意外といけますね。ほら、ぴったりのスケジュール。で、前回、ちょっと前に動画にしましたけど、スコチャレが確定してるんで、第3弾セレボは、確定です。確定ってか、月末のセレブはもう確定なんで、はい。一応こんな感じになるのかなと思います。この、新積む確率アップがね、2回来なかったら、このセレボの期間とかが、ピックセレボの期間がね、ちょっと長くなってくるのかなと思われます。はい。第1弾のね、ピックアップの予想なんだけど、ピノキオ関連になるのかなと思います。はい。で、ラストショーはね、曲付きのピノキオになるんじゃないかなと思います。で、自分多分ピノキオの曲付き持ってなかったと思うんだけど、確か視聴者さんがピノキオ曲付きありますよって言ってたんですけど、自分、やっぱピノキオ曲付き持ってないですね。持ってないんで、はい。一応、調べてみますか。そう、もし来るんであれば、個人的にはガチで熱いんで、で、多分自分が持ってないっていうことは、ずっとね、復活してないと思うんですよ。ベルの、曲付きも最近さ、復活したじゃないですか。かなりレアだったと思うんですけど、それがですね、はい、今回、もしかしたら、来るかもしれないと。いうところですね。あれあんのかな？今ちょっとね、ネットで調べてるんですけど、ゲームAっていうのあんのかな？切り替えましょうか。はい、こんな感じです。で、今、ゲームAのところで曲付きとかの情報って書いてなかったっけ？自分が所属してるやつの、サイトなんで、皆さんぜひご活用よろしくお願いします。結構ね、ミッションとかではかなり使いやすいサイトになってるんで。あ、曲ないんだ。じゃあ曲なしじゃん。あれ誰だ曲付きあるって言ったの。わからんけど。じゃないんか。じゃあないっすわ。じゃあ曲付きラストショーないな。そう、自分もね、そう、曲付きのピノキオの曲付きないなと思って、ね、あ、欲しいなと思ったんですけど、あとそういうことならなんかなさそうっすね。そうか。じゃあ、なかなか難しいですね。ラストショースキルチケットになるかな。で、単純にピノキオ。で、ピノキオの期間限定積むっていないよね。ジミニって曲付き、あ、限定積むやったっけ？なんか違った気がするけど、ジミーってなんか、空豆みたい。ジミニーであったっけ名前。合ってると思うんやけど。はい。うん。になんのかな。でも、あそこら辺は期間限定じゃないと思うんで、ピノキオだと、ちょっと中身が薄いんで、まあ結局ランダムになるのかなと思われます。それかもうピノキオ関係なしにスターウォーズがワンチャン来んのかなと思います。スター・ウォーズセレブがさ、月末にも、まあ、入ってくるんで、ないと思うんですけどね。まあ、ただ過去にピックアップガチャの方でも来てるんで、まあ、可能性はあるんですけど、ピックアップガチャも完全ランダムなんかな。あ、そうだ、前回ね、言ってたのはね、サプエルとかがね、来てるイメージがあったっすね。ほら、サプエルここ曲付きでしょ。その前の年も曲付きサプエルなんですよ。今、去年と一昨年2年連続ですね。サプエルの曲付きが来てるんで、これサプエル曲付き濃厚か？はい。3年連続曲付きのサプエルが登場する可能性あるかもね。でもサプエルであれば結構みんな持ってるし、スキルマの方も割と多いと思うんで、まあ、そうなってくるとね、結構、ねって感じですね。はい。っていう感じで、まあ、そういう形になるのかなと思われます。はい。まあ、皆さんのね、予想もぜひ、よろしくコメントで教えてください。はい。ということで、まあ、スケジュールはですね、まだ、今後ね、まあ、ちょっと5月はね、スコチャレもあるので、ちょっとね、内容が、流れが読めてこないんですけれども、まあ自分の予想はこんな感じの流れになるのかなと思ってます。はい。で、あとはね、記念セレボ、ジェダイルークが復活するんじゃないか説の、まあ記念セレボについての、まあちょっと考察的なところを、ちょっとね、まあ結構たまにコメント来るんで、まあその辺の動画を明日か、まあ、この次の動画が、まあ、ちょっと近々上げようかなと思いますので、まあ、ちょっと楽しみにしておいてください。はい。ということで、動画の内容は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録よろしくお願いします。あとちょっとで8万人、年内10万人目指しますので、よろしくお願いいたします。それでは。